これは俺が新入だ VO だった時の話、つまりエピソード03。今日はみんなに特別にそれを見てもらい、マダファガおちょ、待て待てよ、お前、おい、体育館どっちだ入った、体育館どっちだ入った、左、右や、大事に集まれ、大事に集まれ、はい、この中で全国行きたいやつ手挙げろ、全国行きたいやつ手挙げろ、はい、手挙げてないやつ今すぐ帰れ、今すぐ帰れ、俺の目の前から消えろ、俺たち生半可な気持ちやってないから、分かってんな、はい、分かってんのか、お前ほんまに行きたいんか、行きたいんかどっちや、行きたいんかどっちか言え、おっさん帰れ、ちょっと待って、あのさ、名字新入だやんな、あ、はい、あ、Vlog の弟、あ、お兄ちゃん、あ、やっぱり、え、ガチ Vlog の弟、 Vlog の弟、もし、すげえ、おー、ありがとうございます、おーい、声出せよ、また、おい、おー、これ、もっと声出せ、声出せ、Quand t'es venu dans la rue un coup. Oh, 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 oh,いやー、今日も練習疲れたな、疲れましたね、なるへんやろ、中学校の練習、まあ徐々に徐々に、まあな、小学校の時は絶対な、めちゃめちゃ楽やったからな、小学校の時、確かに時間長いだけでな、中学校走るから、あ、ブースのこれ、あの、ブース持っていておいて、はい、じゃあ今から新入生に自己紹介してもらう、自分の名前と、あとそやな、一発ギャグ、新入だ VO です、じゃあ一発ギャグ、迫り来る壁、うん、いただきます、おい、何やねんこの体育館、おい、ボールも散らかしっぱなし、なんか油とか浮いてる、何やこれ、モップかきしたんかちゃんと、おい、したんかお前、してないやろお前、もうやば、もう学校も終わる時間やけど、もう やっといてな、もう帰るから、なんなんあいつマジで、あ、お疲れ、あいつ怖いやろ、あ、怖いそや、でもな、俺も最初そんな感じやったからめっちゃわかんねん、気持ち、あ、そうなんですよ、ね、でも、ずっとやってたら慣れるから、あ、で、またわからんことあったら俺に聞いて、うん、頑張ろうな、泣けるて、Quand t'es venu dans la rue un coup. お疲れ様です。雨さん、お疲れ様です。お疲れ。あ、ボール直してきますよ。僕全然。いいっすよ。いいっすよ。ありがとう。いいっすよ。靴とか全然見かけますよ。ええの。いいっすよ。ありがとう。靴、靴直しましょうか。Quand t'es venu dans la rue un coup. あ、ええの。え、あ、いいっすよ。全然近いとこ直りますよ。あ、ええの。あ、いいっすか。お前何やその格好。しっかりしたユニフォームで来いっつったやろお前、こんなんじゃ練習できんやんけお前、引っかかりまくるやんけこんなもん、お前何してんねんお前、お前さ、え、カッコだけはしっかりしろ言うたやろ、Quand t'es venu dans la rue、アミでも言うてるやろ、おい、え、アミネさんこれ言うてるやろお前、アミネも、え、どうさんこれ何何何、え、どうさん真実目向けてください、じゃあお前ユニフォームしっかり行ってこいっつったやろ、ほんまにマラダツは、なんでこんな顔できんの、おい、ちょ、待て待てよお前、おい、それからも俺は先輩に嫌われ続けてずっと怒られるようになった、毎日毎日嫌味を言われ怒鳴られ続けた、なんだよそこまで怒らなくてもいいじゃん、俺は先輩のサポートがしたいだけなのに、いや俺はもう卒業か、ないな、でも俺高校入ってもバスケ続けるわ、俺もするわ、いやおいおい VO!
なんなんすか。お前 VO はなんなんすかマジで。もっとお前は。今までありがとう。世界